どうも、おやつです。リマスター版で追加された全7体の最強ラスボスをヒューズ一人で撃破していくというこの企画。今回挑むのは、通常版の頃からソロ攻略の鬼門とされてきた、マスターリングと愉快な仲間たちです。それでは、早速強化されたマスターリングの強さを見ていきましょう。最強マスターリングの HP は14万。通常版同様、指輪のシンボルである9匹のモンスターをお供として引き連れています。もちろん、お供の方も強化されており、HP は通常版の 1.8 倍となっています。全員が一斉にかかってくるわけではなく、一度に出てこられるモンスターの数は本体も含めて5体までです。敵の編成は3ターン経過するか、お供が倒されるごとにシャッフルされます。この際、本体が引っ込んで、お供だけで5体出てくることもあります。マスターリング戦で最も危険なのは、本体やお供同士の連携攻撃です。2連携命攻の攻撃は防御無視になるので、連携されると防御ガチガチに固めていても一瞬で移ります。特にソロ攻略では攻撃が一点に集中するため、敵同士が連携しやすくなっています。そんなわけで、いかに敵の連携を阻止するかが攻略の鍵となります。お供の行動は通常版とほぼ同じですが、大きな変更点は全員にサクリファイスが追加されたという点です。サクリファイスは自らを犠牲にして、自身の最大 HP 分全体回復するという効果です。お供たちはこれを、マスターリングの HP が126000未満になると使い始めます。これがあるので、お供を全て片付けるまでは本体の HP を削ることが難しくなっています。マスターリングの行動は、残りのお供の数で変化します。最初のうちは通常版と似たような攻撃内容ですが、お供の数が半分以下になると、それまでの攻撃に加えて、フラッシュファイア、リバースグラビティ、インフローゼン3発のいずれかを毎ターン使い始めます。そして、お供が全て倒されると発狂モードに突入。最初に防鉄スでこちらの補助を打ち消した後、以降は毎ターン、レボリューション9と強力な攻撃術の連撃を仕掛けてきます。レボリューション9は、対象の最大 HP に対する割合ダメージ、かつ防御力軽視、というリレーアクション発動の攻撃で、HP 上部差、貴族性防御をカンストさせたヒューマンで、350前後のダメージを受けます。通常版では、攻撃が発動する前に、サイキックプリズンやダークスフィアを当てれば攻撃を妨害できましたが、最強版はその弱点を克服しており、それらの術を使っても攻撃の発動を止められなくなっています。また、通常版ではお供を一体だけ残して、本体を発狂させずに倒す、という戦法が有効でしたが、最強版では前述の通り、お供がサクリファイスで自滅するようになったので、それも困難になっています。最強マスターリングの解説は、以上です。戦闘前に、恒例のステータス確認です。装備はこんな感じ。最強地獄の君主に引き続き、今回も剣で戦います。武器欄の構成も、君主戦と同じ、金獅子の剣、ルーンソード、デュラハンの盾、バックパックです。防具は、仏防重視で、スプリガンスーツと強化服、熱属性、貴族性の攻撃対策に、深海の奇跡。さらに、精神耐性持ちで、防御面でも優秀な、天使のブローチを装備しています。スキルはこんな感じ。メイン火力は、コスパに優れる剣に、逆風の太刀。見切りを入れる余裕は一枠なので、最も危険な、リッチの即死攻撃、デスタッチを、タッチ見切りで対策。他にも、グレムリンタッチ、パラリシスタッチ、ゴーストタッチと無効化できる攻撃は多いです。補助術は、もはやおなじみの、ルーン3種、盾、光の剣の5つ。今回初となる時間色は、単体にダメージを与えると同時に、石化か、運動性低下を付与するという攻撃術です。ステータスの確認は以上。それでは、最強マスターリング、ヒューズ単独攻略。行くぞ！まずはいつも通り、保護のルーンで隠れてから、死も準備していきます。隠れている間は、連携される心配はないので、安全に準備できます。活力のルーンで、自動回復を付与。秘術の盾で、防御力をアップ。3ターン経過により、敵編成がシャッフル。おい、引きこもり。
最高のルーンで、睡眠、劣化耐性を付与。本体のお供も、ステータス異常攻撃が多いので、重要です。オートディフレクト可能な、光の剣を生成したら、準備完了です。時間食お供に使用して、劣化を狙っていきます。残念、ハブレ。攻撃した次のターンは、保護のルーンを使用。隠れてしまえば、ヒューズ単体を対象にした攻撃はキャンセルされるので、連携を阻止できます。再び時間食で攻撃。OK、今度は成功。タイタニアは、サッドソングでこちらの能力値を下げてくるので、最優先で倒します。こんな感じで、保護のルーンと時間食を交互に繰り返して、お供を一体ずつ倒していきます。最強版になって、お供の能力は上がりましたが、耐性は変わっていないので、依然として全員に石化が効きます。オートディフレクトも、連携の阻止に有効です。術使用時にも発動してくれるので、隠れるターンの安全度が増します。さらに、時間食の石化が外れた際の、運動性低下も、連携の阻止に有効です。運動性を下げてしまえば、隠れるターンに先に動かれる心配がなくなり、確実に行動キャンセルできるからです。また、ターン開始時に透明であれば、敵はヒューズを対象に取ることができないので、時間食を使用するターンは、敵に連携される心配はありません。つまり、敵に連携される可能性があるのは、ヒューズが隠れる前に、リフレクトや見切りをかいくぐって、連携可能な組み合わせで攻撃された時のみ、ということになります。ヒューズの運動性は99で、時間食でお供の運動性も下げられるので、連携される確率はだいぶ抑えられています。というわけで、あとはこれをお供がすべて片付くまで繰り返します。加速。ちなみに、お供を倒す順番ですが、まずは、サッドソングを使うタイタニアを最優先で撃破し、次に、危険な攻撃の使用頻度が高い、リッチ、キマイラ、グレムリンあたりを優先的に倒していきます。逆に、攻撃が緩く、連携される可能性も低い、マリーチなどは、最後まで残すようにしましょう。お供の数が半分以下になり、本体がフラッシュファイア、リバースグラビティ、インプロ3連発を使い始めました。が、防具や秘術の盾で防御力を上げておいたおかげで、それが来ても微小ダメージで済みます。なんで等速にする必要なんかあるんですか？あ。せっせく。でしたが、なんとか首の皮一枚繋がりました。連携で大ダメージを受けたら、隠れている間に最高傷薬で HP を満タンに戻します。無事、耐性を立て直せたので、再び加速。最後のお供を撃破。これで本体が発狂モードに突入します。まずは防御室でこちらの補充を打ち消してくるので、先を見て活力のルーンを使用。うまく攻撃できれば自動回復を維持できます。うまくいったら次は秘術の盾で防御力を戻します。マスターリングはこれ以降ノーターン、レボリューション9とフラッシュファイア、リバースグラビティ、インクロ3連発のいずれかを使ってくるようになります。ソード警備の勝利のルーンで近日の剣の攻撃力を完璧とさせたら準備完了です。準備ができたら近日の剣の鉄筋の滝で攻撃していきます。一
1日で3400兆のダメージ。40億回ほど攻撃すれば HP14 万を削り切れます。消費技ポイントは7なので、かける41で合計消費は205。キューブの技ポイントは250なので、余裕で足ります。相手の攻撃に関しては、レボリューション内のダメージが最大で390程度。他3つの攻撃術で最も強いのが、リバースグラビティの40程度なので、余裕を持って、ターン開始時に HP が500以下で回復するようにしていれば、絶対に負けることはありません。ちなみに、インプローブンの気絶効果やリバースグラビティの負担効果は、こちらの能力値が高いためか発生しないようです。というわけで、もう勝利確定なのですが、ここ行って一番厄介なのが、先ほどからずっと鳴り響いているレボリューション9のクソデカ効果音です。というか、レボリューション9以外の術も大々うるさいです。もはや勝てないと悟ったマスターリングは、彼らどんなにも不安を持ち出して嫌がらせをしてきます。プレイヤーへのダイレクトアタックで強者に強さしているのでしょうが、このゲームで、このおやつに、精神的動揺による強者ミスは決してない、と思っていただこう。というわけで加速。ようやく撃破。最後まで騒音をまき散らす悪質ボスでした。最強マスターリング戦を完走した感想ですが、最大の敵は連携攻撃よりもクソデカ効果音でした。うるさいんじゃい。とは言っても今回の戦い方にたどり着くまではお供の連携にも苦しめられました。実は当初は時間食ではなく全体攻撃の強風でお供を倒すという戦い方をしていたのですが、途中で連携されることが多くなかなかうまくいきませんでした。時間食に変えてからは特に運動性低下の効果が思った以上に有効で安定して勝てるようになりました。お供の体勢がガバガバのままで良かったです。次回はまさかの VMAX を使ってくるようになった最強ゲノサイドハートです。お楽しみに。